今日は天候が悪い。視界は薄暗く、高波で揺れる船内、緊張で鼓動が速くなる。あなたは今、オペや荷主のスケジュールと船の安全の板挟みに遭い、運航するか避難するかの瀬戸際。あなたの判断はどっち？判断が難しい。安全第一が基本だが、現場では荷主の在庫状況や様々なトラブルに対応しながら運航判断しないといけない場面は多々ある。どこまでならアクセルを踏むべきか、航天の中で安全を確保するにはどうすればよいかなど、経験が必要な領域だが、海はあなたの習熟を待ってくれはしない。ひえ、どうすればいいのか教えてよ。よし、では本日は過去実際に起こった暴風雨による海難事故を見てみようじゃないか。平成18年9月11日深夜、総トン数10万トン、船員20人以上が乗船するジャイアントステップ号は、鉄鉱石19万トンを積載し、オーストラリアのポートウォルコット港から鹿島港に向けて出港した。かなり大きなバラ積み船ですね。9月26日航海を続け2週間、船は鹿島港南防波堤灯台付近に差し掛かり、着岸予定の10月1日まで漂泊することとなったが、風力7の強風、5、6メートルの高波に襲われ、船が装備をし始めたのだ。船長は安全と思われるポイントに移動し、不安の中、着岸予定日を待った。これは落ち着かないですね。9月27日、0時30分、船が激しい風と波で再び装備をし始めた。風力7の風が吹き荒れ、波は5メートルを優に達していた。昼過ぎには風力3に弱まったため、装病の恐れはなくなったと判断し、同地点で漂泊を続けた。その後、着岸予定日はさらに延長されることとなった。待機を続け、10月5日、低気圧の影響で風力6の強風が吹き始める。これはまずい。船長は揚病機の作業テストやハッチカバーの開閉テストを行い、油圧ポンプ、油圧モーターの作動や作業油タンクの残量を確認。風はさらに強くなり、風力7。入手した気象情報からも、ここから風力が著しく強まることが予想されていた。ここが運命の分岐点であった。あなたならどっちを選ぶ？ A、機器の稼働は確認できたので漂泊する。B、沖合に移動してヒーブーツするなど、航天避難を行う。この時、船長は A の漂泊を選び、5日はその場で待機することにした。10月6日早朝、船長はさらに天候が悪化すると判断。さすがに無理か。沖合に避難するため航天準備と揚病配置を指示。外では風力が8から9まで強まっており、後半に波しぶきが上がっていた。もう猶予がない。8時30分トラブルが発生する。急いで揚病を指示したが、油圧ポンプが停止して揚病機が操作できなかったのだ。9時30分緊迫する船内、乗組員が油圧管の作業油が漏洩しているのを発見。波によって足場が不安定な中、修理を開始した。なぜこんな時に急がないと。ここからトラブルが多発する。13時10分機関に長期間負荷がかかったため、式排気温度上昇警報が発生。式の回転率を下げたが、火災が発生し式が停止。これにより左舷の鎖が全て走り出したのだ。うわぁ、これはまずいと考えた船長は、引き船2隻の出動を要請したが、荒天のため出動できない状況であった。連絡を受けた船長は青ざめる。助けが来ない状況、次なる対策が必要となる。揚病機は使用できなくなっており、激しい雨風を受けて操業が続いたため、鎖を切り離すことにした。切断完了後、風上に向けて右舷いっぱい全速力前進を試みたものの、鹿島港灯台付近の浅瀬に乗り上げたところで船は停止。船体は間もなく右舷に大きく傾き、2つに切断された。後日救助隊が乗組員の救出に向かうが、積み荷の粉状の鉄鉱石が流出し、作業油や燃料油も漏れ出したことで、関係者は対処を強いられることとなったんだ。この事故で死傷者は出なかったんですか？遭難信号を受けた海上保安庁のヘリコプターが出動し、乗組員16人は救出されたが、10人が亡くなるという結果となった。船は風や波の影響を受けやすい乗り物だ。特に日本は台風などの自然災害が多い地域で、港によっては荒れやすいところもある。荒天時のマニュアル作成や荒れやすい港の把握など事前勉強を行うことで、いざという時に対応できるようにしておこう。兄貴船長に質問相談があればコメント欄で教えてくれ。今回は以上だ。海が呼んでるぜ。